皆さんこんにちは、ドペンです。 A 列車で行こうエクスプレスやっていきます。よいしょ。さあ、南下作戦の第1弾開始してます。こちらの指元駅の隣にこの駅、まだ名前決めてないんですけど、この2つの駅を作りました。で、ここからどんどん南へ行ければいいかなと思ってます。よし、頑張ってきます。一応こうやって見ると家とか建ってきたから、もうこれで大丈夫なんじゃないかなって、しばらくしたらもっと栄えるんじゃないかなと思えるんですけど、どうかな、ちょっと微妙に、なんかそんなに反応が良くないんだよな。で、ここの鉄道はどうだろう、儲かってるかな。まあちょっと赤字かな。でも前見た時よりはね、だいぶ赤字が縮小してるから、もうちょっと頑張ってほしい。うん、そうだ、とりあえず名前を決めなきゃね、駅の。そうだな、まあさっきこれの前に作った駅が間宮駅だから、やゆか、やゆなんかあるかな？あ、やゆ。やゆ坂。やゆ坂にしよう。よし。やゆ坂駅と。よーし、オッケー。で、ここがやゆ坂駅です。皆さんよろしくお願いします。で、こっちが、やゆの次はラリか。ラリが一番きついな。ラリ、うわー、ラリアットラリアットか、ラリアット、まあ、ラリアットにしとこう。ラリアット駅、なんだろうねそれね、もうなんちゅう駅名だこれ。はい、今期は黒字計算です。繰り越しを大きく増やすことができました。オッケー。まあ、60億か。結構溜まってんな。で、人口もね、やっぱ南側作り始めてから増え始めたね。まあ、3220人か。で、エネルギーの需要も18万6200か。で、そういえば資産税が出てるはず。法人税もか。法人税が8億7千万。資産税が51億か。で、消費税も6億3千万。もう消費税は毎月払わないといけないからな。結構痛いな。まあでも、そんだけ儲かってるしな。うん。はい、借入金を返済しました。20億。はい、返しましたよ。まあ全然楽勝だね。今47億残ってるんだけど、次の4月かにまた23億を返さないといけない。こうこう、あ、買収したいけどな。4月に20億払って、で、5月に、51億か。で、4月に法人税も8億払わないといけないから、だから、80億ぐらいは用意しとかないといけないのか。はい、借入金の返済が近づいてます。20億かな。まあ、今、79億貯まってるしな。で、5月に資産税も払って、4月に法人税も払うと。意外とギリか、意外とギリかな。まあまあ、なんとかなる、なんとかなる。うん。いざっていう時は、またお金を借りよう。じゃあ、とりあえず、この、311系8車両をね、この、新鮮に置いてみようと思います。
すごいな、ぜもう2車両と全然違うな。はい、法人税を支払いました。はいはい、じゃあここかな。はい、まあ最初は赤字だろうな。やばい、全然赤字だ走れば走るほど損するな。で、次の借金が来年の2月かに20億と利息が9億6000万。あ、これ多分ね、俺が押し間違えて融資してもらったやつだな。めちゃめちゃ利子だけじゃん他の利息額と全然違うわ。これはね、ほんとしばらくへこんだからね。はい、今期は黒字決算です。繰り越しを大きく増やすことができました。よかった。で、なんやかんや放置してたらね、225億円のたまってくれてた。よかった、嬉しい。で、決算は法人税が33億、結構あんな。で、資産税が61億で、消費税が6億ね。だから、100億ぐらい用意しないといけないな、また。マジか。だから法人税がなんか、やたら高くなってんな、今回。あ、特に、何も買ったりしなかったからな。そうだな。ちょっと下手に、お金出すともいかんな。ちょっと時期を待とう。今景気もいいしね。あ、そうそう、この弥生坂駅とラリアット駅だいぶね発展してきたよ。子会社も増えてるんだよね。ここレストランとかあるし。あ、赤字だけどね。で、ここペットショップか。いいじゃんいいじゃん。赤字だけどね赤字っていうのはちょっと辛いな。せっかく建ててくれたのに。あ、このレストランはね、黒字なんだよね。あー、なんかちょっとホッとする。で、こっちの電車はどうだろうか。この電車の乗り降りの人数の規模に似合わない長さの8車両か電車なんだけど、まあ今トントンか。ただこいつをね、最大限に活かせる秘策を私は考えている。もうお楽しみに。さあ、そろそろではなかろうか。まあ景気が58マイナス58で止まったね。ここだ。さあ、私が何をしようかというとですね、地下鉄を作ろうと思います。そうだね、この環状線のうちの一つ、何がしこ線上跡駅にこの地下鉄を敷こうと思います。で、この地下鉄を、この新路線に、つなげてみようと思います。はいはい。こんな感じかな。こうしよう。で、値段はどんぐらいだ ?140 億か。よし、行ってみよう。はい。そして次はレールだね。どんぐらいかかるんだろうな。37億か。
まあいい、借り、作ろう。はい。よし、オッケー。で、これで、電車もこれを買う。よし。で、銀行さんからお金を借りよう。何億貸してくれるかな。100億借りよう。100億借りよう。オッケー。はい、お借り入れありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。よし、で、これで、まず、時間を少し進めて、ここだ。で、この2車両のやつはもう撤去しよう。短い間だったけど、お疲れ様。よし、直進。で、ここで分岐だね。で、ここで分岐。OK。で、ここの終電は、21時半にしよう。多分ここの路線はもっと伸ばすから、そうすればもっとダイヤが夜遅くになったりとかできるね。今はね、なんか朝遅く出て夜早めに出て、でゆったりめのダイヤを取ってるから、あんまり儲けは取れてないかもしれない。結構微妙だな、今んとこ。いまいちだな。まあ、ちょっとこう、伸ばし次第だな。なんか家が建ってる。うわー、ふざけやがって。ふざけやがって。誰だ、こんなとこに大衆食堂を置いたやつは。成敗してくれる。うわ、マジか、18億もかかるじゃねえか。うわー、腹立つわー。おのれー。あ、しまった、なんか変な動きした、今。やめだぞ。あれ、あー、勝ち合っちゃった。よし、ちゃんと動いてみたいだね。よかったよかった。なんか微妙に利益あんま出てないけどね。まあ仕方がない。ここは発展次第だ。ここはもっと発展すればもっとこの路線も儲かるはず。よし、頑張っていこう。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺんでした。さよならー。